右の方に飛来塔4本目があるんですけど、円化率が高い。片付いた。数が多い方が戦闘は割とサクッと終わること多いのかな。まあでもちょっとダメージ受けまくったんで回復しないといけないわ。あんまり兄貴かのケアル使わないと思ってたけど、攻めまくりだとそうだ、回復行動をあんまり取らないって話でしたよね。まあいいや、ちょっと飛来塔4番目。ここはリュックのタイプか。あ、ガツ。反射神経が物言う。1本目の時と違ってなんかあの表示される位置がバラバラだから、うん、最初にやった時よりはちょっと難しくなってますねこれ。十字キーまで出てきてるからこれあの、うん、上とか下とか見間違えたらミスってしまいやすそうだな。ちょっと気持ち入力遅めでちゃんと見ながらやってった方がいいかもしれない。危なかった。最後の方がもうどんどん出てくる上にね、出てくる場所バラバラだからかなり危なかったけど、一応完璧に調整はできたことになったのかな。これがあと何本あるのか。奥に行くにつれて難しくなってきそうですからね。おい、チョコボをいじめるのはやめろ。追い打ちするんじゃないよ、兄貴も。クラスコ君が見たらブチギレるぞ。チョコボに何てことするんだみたいな。こんなカンフェダンやめてやるみたいなこと絶対言いますからね。倒すんだったらやっぱこういう魔物の方がいいよ。よし、勝利。ほんとなんかあの兵器がすごい頼りになってる。いいなあ。こいつが飛来塔の5番目パインのタイプやれるか。早くなってきた。これちょっと反応がしづらい。 L1 とか R1 とかも出てきてるしすげえ混乱する。ダメだ、失敗した。あと2回もうダメだ。間違えられんぞここまで来て。はい、上下。パッと見あの本当十字キーが見極めづらいからあんまり出てきてほしくない。頼むぜ。はい、出す。早い早いいける。三角ダメだ、終了です。あと1回やったら成功だったのにな。悔しいからもう一回やる。この辺から速くなってきてますからね。 R1 とかまだこの速さやったらギリギリ目で追えるんですけどね。後の方になるともう本当3分の1の勘に頼らないといけなくなってくるから勘弁してほしい。もうこの辺からきついか。はい、 R1 R1 左いける。左違った、左見切りづらいってばよ。テイク3、もう本当やるぞ、とことんやるぞ。引き受けた以上は。くそダメか、この反応速度には追いつけないのか。今日のところはここまでしといてやろう。なんか悔しいな。こんなのがまだ北側にもいっぱい飛来塔残ってるわけですからね。どれも完璧に成功させるっていうのがまあ一番理想ではありますけど、最低限まあとりあえず全部の調整をやっておけばいいっていうことにはねなってますので、まあ、とりあえず成否は問わず北側の飛来塔もやるだけやっておこうかな。というわけで急いで北に行きましょう。雑魚敵倒して回る方がまだなんていうか楽というかね。このお宝は真珠のネックレス、うん、女性向け。ちょっとここで回復だけしまして、北側もやって回るか。全部で飛来塔が10本あるとか、そういう風な、ね、話でしたけども。南側にあった飛来塔が5つ。なんで、まあ、北側にも5つ。なんでしたっけね。ここはユーナタイプ。記憶のやつですね。これだったら、
余裕よ。リュックはなんでこんなに走り回っているんだよ。走り込み中か。記憶ターン丸三角。ほんとここは落ち着いてやれるからいいね。で三角三角三角左。簡単な入力だったらね、そんなに頭使わなくていいんですけど。丸上バツ上こうか。次で終わりかな。四角バツ下右、四角バツ下右。どうよ、ほんとこれが一番楽でいいですね。ねえ、もう全部言うなタイプでいいんじゃねえのって思ってしまう。でだ、次がこっち側か。スタート。リュックタイプは同時押ししないといけない。7番。これはちょっと難易度高くなってきてない？まだね、反応はできてはいますけども。左と R1 とか、上 R1。これぐらいのテンポだったらまだ、ね、追いつけはするんですけど。後々になってこれが速くなってくると、遅れてしまいそうやな。結構もう今の時点でギリギリのものはあるから。ようやくここまでで半分ですかね。間に合っているのかこれは。はいはい。リュックがひたすらこうなんかあの昇竜拳の練習をしてるみたいに見えてくる。はい、昇竜拳。あ、ダメ。一回ミスった。もうダメだ。ちょっと待って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 。ふざけたこと言ってたらこれで。もう一回、今のは練習。本番はこれからだから。はい、丸、上と丸。手がもつれそうになるからね、急ぎつつでも正確にやんなきゃいけない。結構これ脳トレになりそうな気がする。ボケ防止にヒライト調整かなりいいと思うよ。新しいスピラの、ね、ムーブメント娯楽として、ヒライトチャレンジ流行らせろ。そしてカモメ団を解放しろ。引き受けるとは言っちゃったけど、こんなにめんどくせえと思ってなかったんだよ。あー、くそ、まずい。急げ急げ。はい、上。はい、左。え、はい、ダメ。間に合った。間に合ってない？どっちだい？はい。くそ。次で最後。次でダメだったらもう諦める。はい。はい。ほんと落ち着いて、っていうかもう、落ち着きがなくなってくるね。ポンポン出てこられると。もういきなりここでミスってもうだいぶこういうのでやる気なくなっちゃいますけどね。やれるかこんな調子で。はい、上と四角よいしょ。これ逆にあんまもう口に出してやっちゃうと失敗しやすくなるね。無言でやった方がこういうのは集中しやすい気がする。なんでちょっと黙ってやってみよう。黙っても同じじゃないか。一応調整はできたんですけどね。後回し。次ご次、宝箱もありますんで。こういうのをアルベド族のお兄さん方はいつもやっていらっしゃるわけだ。大変だな、ヒライトン挑戦ってのも。今度はパインタイプか。あんまやりたくねえ、やりたくねえけど仕事として引き受けた以上はやらねばなる前。ダメか。惜しいとこまで行ったんだけどな。ほんとパインのタイプは苦手すぎるわ。もういいよ。調整、完璧じゃなくてもいい。完璧主義なんて捨ててしまおう。大丈夫大丈夫。多少なりとも調整ができているんであればね、許してくれるはずですから。この辺なんか宝箱とかないのかな。硬そうな敵この辺多いよな。リコケットがオーバーソウル。なんか強くなっちゃったけど、勝てるかなこれ。やばいな、ちょっとタケシが狙われているか。兄貴はちょっと嵐とかで早めに、やばいやつを片付けてくれないか。兄貴は一番レベル高いし、アダマンタイト持ってますからね。そう簡単には、やられないとは思いますけど。にしてもちょっと心配やな、これ。弱いやつをちょっとまず倒して数を減らしてしまわないと
防御のタイミングもつかみにくいですからね。ウォールリング盗んだ。オーバーソウルするとやっぱいいもん盗めますね。でかい方をちょっと早めに潰しといた方がいいんじゃない。スリプルしてくれてるのはいいけど、あんまり効かない感じだね。ターゲットがなんかバラバラになってってる。アマブレイクしたはいいけど、まだ倒れないね。結構 HP 増えてるんかな、オーバーソウルして。でかいやつの方か、うん、長生きしてるじゃないか。兄貴はでもそれでもそんなにダメージ受けてないですからね。なんとかなった。いやー、経験値はそれなりに入ってますかね。もう多分この仲間2人も魔物とは違うけど、魔物人生見れるようにはなったんじゃないかな。それはさておいて、こっちが北川4番目ですかね。ユーナタイプ、俺の得意分野。下三角、上 R1 ね、落ち着いてやればできる。玉端、はい、L1 上。ユーナはほんと楽なんですけどね。右左 R1 上左。序盤は本当楽ですしね。ただまあ全体的にあの表示される間隔が短いので、手前側と比べると難易度はやっぱり上がってるか。玉端左丸、まだボタン2つだけでいい。この辺から増えてくるんかな。下上下3つに増えましたね。結構時間猶予もありますからね。まだまだ追いつけるぞ、これぐらいだったら。丸四角下ね、 L1 丸×。間違えたいきなりあのボタン押す順番間違えちゃった。大丈夫、うん、もうこんな辺は踏まねえからな。三角下丸、ほい、 L1 ×。早いね。よいしょ、バツバツ右下三角 L1。 いろんなタイプのボタン混ぜてくるのはちょっといやらしいね。下 R1 左 OK、 左上四角、まだいけるよ。丸上右上、丸上右上、三角 L1 R1 R1、こうだね。バツ四角丸三角、プレイステーション上バツ L1 上、こうだね。もうちょいで終わる。 R1 左三角上、四角上左丸丸、とうとうボタン5つになってきた。ちょっと不安になってくる。右 R1 右上丸、右 R1 右上丸、あとちょい。左左バツ上下、左針バツ上下、はい、次で終わりか。下左四角 R1 R1、 へえ、難易度上がったとえ本当に言うのはやりやすいね。これが主人公特権。とりあえずピライト9本できたわけですけど、10本あるはずなのに9本目しか見当たらない。これはどういうことなのか。とりあえずちょっとこいつら片付けましょうか。まずは、うん、フルオート射撃、なんだろうな、マキナパンツァーのガトリングよりも威力高くないか。よしよし、レベルもほんと上がってきましたね。ただちょっと回復をしてあげようか。よしよしよし、 HP 増えてくるとやっぱ安定しますよね。一つだけ見当たらない飛来塔なんですけど、確かね、こっ
っち側かな、なんていうか、あの川の向こう側にもう一本飛来塔が見えますよね。あそこが、最後の飛来塔。銃を使って調整しよう。記憶ターンでは表示されるボタンの種類と順番を覚えます。これ優なパターンなんですよね。なんだ楽勝じゃん、記憶ターンが逆の順番になるんですね。今度丸三角バツと表示されたら今度はバツ三角丸と押していかなきゃいけない。だいぶ頭をひねらされるタイプですね。やってみようか。記憶ターン、バツ、R2、R2 まで使う。L1 下と出たら今度は下 L1 ですよね。右三角、じゃ三角右、上バツ、逆ね逆、ボタン2つとかならね、3つならまだなんとかなるかもしれないけど、さすがにそれ以上なおかつ早くって言われると多分ね頭がパンクする。ここまでは多分なんとかなる。上右、じゃあ右上、 L2 三角、じゃあ三角 L2 ね、四角は R1。 30回目までにどこまでいけるかなんですけど、丸々下3つに増えてきましたね。右丸丸、じゃあ丸丸右、こういうのだったらまだわかる。 R1 三角 R1、逆さから読んでも同じ。バツ R1 三角、こうですね。だんだん難しくなってくる。これあんまり口に出さない方がいい気がするな。自分で混乱してしまいかね。こうか。もうちょっと難しい。 L1 四角丸、こうですかね。ちょっとあんまり喋れないかもしんない。こうですかね。よしよしよし、こういうのも分かりやすい。あんまりボタンの種類がね、間違えた。いけるかこれ。ええ、落ち着けよ。もう分かんなくなってきたぞこれ、ちょっとゆっくりめにはねなってるんですけど。失敗しまくってはいるけど、一応全部の飛来塔をチェックっていうのはできましたかね。何、ちょっと一遍旅行工事に戻って報告をしましょうか。ええ、やっと戻ってこれた。この中でまあ調整係のお兄さんがいるんでしたっけね。一応まあ全部完璧とはいかなかったけど、一応全部見てきたよ。何聞きたいんだ、調査成績を。全部調整してくれたんだな、ありがとう、助かったよ。何箇所も完璧に調整してくれたみたいだな。まあ半分ぐらいは完璧までいけましたかね。これ俺だ、もらってくれ。もののふの誉れをゲットした。誉れ、対馬の、やめとこう。もしまだ完璧にしてないところがあっても放っておいてくれて構わないよって言われてるけど、俺のプライドが許したくない。全部完璧にこなしといた方がね、いいものもらえそうですから。続けてくれてもいいが、もう俺はないから期待しないでくれよ。あ、そう？まあいいや。ありがとうございました。腹減らないかい？俺は減った。こいついつもなんか腹すかせてそうな見た目をしていらっしゃるからね。とりあえずまあ、雷平原の用事は済んだんで、ちょっとセーブして飛空艇に戻りましょうかね。飛来塔の調整はまあ完璧ではないけど、いやもうリザルトプレートもらえたしな。あれだけ調整しとけばもう心配ないでしょう。心残りはあるけどね、まだ飛来塔が気になるのか。なっちゃうけど、もう正直あんまりやりたくね。悔しい。なんかでも僕いろいろ知ってるし、まあそれはさておいて、いろいろ走り回ってるうちにたけしたちのレベルも上がりましたんでね、そろそろ彼らの人生っていうのも見れるんじゃないかな。たけしとキャノンバイパー、先にキャノンバイパー見てみましょうか。キャノンバイパー、明らかに機械なんですけど、
人生はある。俺はナイフ、仲間からそう呼ばれてた。ルカの町で育ったストリートギャングさ。家族は死にやられた。小さなガキだった俺は生きていくのに必死だった。手に入れたのは親父の形見の小さな剣、故にナイフ。それが俺の生活手段さ。まあ強盗みたいなのをやっていたんでしょうけど、ナイフを手に入れてからの俺は怖いものがなくなった。体のでかいやつもナイフを見せればビビッチな。俺は強くなった気がしてた。へへ、畜生。俺死んじまったんだよな。だけど魔物になった今はもっといい人生さ。魔物なんですね。なんていうか人の手で作り出された兵器とかじゃなく、魂が宿った。間違えた。人間のガキだった頃は他人を襲った時にも少し罪悪感があったけど、もう何も感じない。俺は最高の魔物だろう。もう人を襲うことが当たり前のようになってますから。俺が死んだ理由を思い出したんだ。俺は俺みたいなガキにやられた。そいつもナイフを持ってた。俺の名前を欲しがった。そいつが今じゃルカの町のナイフさ。まあ事情はあるでしょうけどね。そういう人たちいっぱいいるのか。まあそんな元ナイフ、キャノンバイパーねえ。うん、ちびっこがへへへ、手応えねえな。あ、この子供がナイフ、こいつが今のナイフ。俺の名前奪いやがった。キャノンバイパーの生前のあれを殺した人なんですよね。見てろよ、パス。さすがに子供撃つのはまずい。ビビってやがる。威嚇射撃。ナイフで銃に勝てるわけねえだろ。これがお前のナイフの未来の姿さ。うわー、ナイフからナイフからキャノンやからな。大出世。誰にも渡さねえよ、ナイフなんて悲しい名前は。彼も思うところはあったんでしょうね。ああいう生活を続けても、まあ、こういう末路をたどってしまうっていうのを伝えられたのかな。妖精のピアスをもらいましたけども、ポット M か、まあ、もらいましょうか。もう一人じゃあタケシ見てみようかな。ルブラン戦闘員タケシ。エピソードコンプリート。短いね。助かったよ。俺ルブランのアジトに忍び込んだコソ泥なんだけどよ。コソ泥ドジ踏んじまって見つかっちまってさ、逃げ込んだ部屋にあった戦闘服着てうまくやり過ごしたわけ。でもまあ上級戦闘員なんだろ。だけどそれ以来逃げるチャンスはなかったんだわ。ケチだわ、人使い荒いわ。でルブラン一味最悪だ。だけど俺ってばどんどん仕事を真面目にこなしちゃって出世しちゃったわけさ。上級だもんな。このままじゃ一味馴染んじゃって抜けづらくなるだろ。そろそろ仕事かなって、こうして捕獲されたってわけ。自分から入ってきたのか。ええ、ここにいる間これ来たままでいろって。しょうがねえな、もうちょい我慢するか。プロフィールに嘘はないみたいだし、辛楽は見破れていた。ルブラン一味を抜けす、ね、噛んじゃったよ。一匹狼の元コソ泥、集団行動が苦手な割に寂しがり屋さん。あだ名はブルー、ブルーなのか。服はグリーンだけどな。じゃあまあ、ブルー、たけし。まあそんな彼の魔物、魔物じゃないけど人生とは。ここでコンサート警備の仕事を押し付けられたこともあったな。カモメダンにボッコボコにされてよ。なんだかんだ会ったことはあったんだ。まあ今となってはいい思い出。ここでこの戦闘服ともさらばだ。変身。お、ブルーの上着。マスクの下はなかなかのいい男だろ。いい男。いつか君たちのハートを盗みに参上するかもよ。じゃあバイバイ。なんか声をもうちょっとなんか聞き取りやすくしてほしい。続くのか。というわけでエルポットもらいました。どこかでまたブルーと会うこともあるかもしれないですね。細泥のブルーか。ポット新しくもらったからな。またなんかちょっと新しいの捕まえてみるのもいいかもしれん。M と L1 個ずつですからね。まずじゃあ M サイズのポットを、そうね、どこがいいだろう。ベベルとかに置いてみましょうか。まだベベルから何にも捕まえてませんからね。 M サイズセット。 SP もありますけど、とりあえずさっき手に入った L サイズをどっかに置いときたいので。そうね、あとなんか捕まえられそうな場所って言ったら、
リサイド島に、あ、でもリサイド島は前に L サイズ仕掛けてフレームドラゴンとか捕まえたことあったもんな。他にありそうなのはじゃあキーリか L サイズ。ちょっとこの2箇所から引き上げる。捕まえたことないやつだといいんですけど。こいつが来るか。散々ビビらせてきよった、あのボディープレスが得意なディフェンダー、仲間に入れてあげましょうか。ディフェンダー、うん、ディフェンダー、面白い名前が思いつかないからそのままでいいや。よろしくね。であとベベルに仕掛けた M ポッドからは、うん、99式騎士メカオの親戚みたいやな。まあじゃあちょっと99式、うん、じゃあそうね、九太郎、どこぞのお化けみたいですけど、99、うん、欲張りな名前なので9に減らしやろう。九太郎よろしくね。じゃあちょっとこの2体を新たな戦闘員として育てていってあげましょうか。まだでも捕まえたきり育ててないねクリーチャーっていうのがいっぱいいますんで、またちょっとメンバー入れ替えないといけないですね。兄貴とあとはどうしようかな、仲間に入れてからしばらく戦闘に出していないっていうのはクワールとかプロトキマイラあたりですかね。プロトキマイラをちょっと兄貴と一緒に戦わせてみましょうか。魔獣神にねしてありますけど、装備はプロトキマイラなんか持たせてたっけ、星のペンダントがあるぐらいか。まあいいや、それなりに戦ってくれるんであれば期待はできる。つうわけで行こうか次。